こんばんは、二人ぼっちのジョーです。初ドラ実況を始めていきたいと思います。今日は新降臨ムートやっていこうかなと思います。編成はこんな感じです。ムート遊戯ですね。はい。遊戯に、ブリトラ武器、究極遊戯に、ペガサス武器、ベリアルにカナオ武器、チャコルにアマツ武器、マヒトに、バラン武器で、フレンドのマヒトがムフェトジーバ武器というところでやっていこうかなと思います。いこう。さあ6回ですね。あっと支援は刺さらないのか。なるほど。そうなってくるとなかなかちょっとマヒトが溜めづらいけど、頑張ってやっていこう。そして今指が取られましたね。さあ、じゃあ早速3秒パズルで、とりあえずどっかで威嚇を打ちたい。で、あ、楽勝ですね。はいはいはい、楽勝楽勝。かなり余裕で耐久できそうなんで、ここでちょっと溜めてから、進んでいきましょう。あ、ちなみにこれ、毒目覚めとかはないっす。まあ最悪遊戯が毒はね、消しても大丈夫なんで、そういう感じで、あえて振ってないっす。さあ、で、ここ、列でいいよね。無効貫通いらないから。はい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 。あ、そうか、これ列無効とかいっちゃう？これ。あ、ないね。どっちの方が火力出るんだろう。無効貫通ってみる。こっちの方が火力出るんかな。すいません、BBC とかで全く計算はしていないので。あーあーあああああ、やばいやばい、痛い痛い、コンボ吸収引っかかったです。領域展開、地平エンドンか。あ、でもこのまま2で組んだ方がいい気はする。どうや。あー、いい火力、素晴らしい。 OK、 1回そう、特に何もなかったですね。さあ、2回。おっと、キルが溜まって。非常にめんどくさいですね。変なの溜まっちゃうね。そしたら、どうしよっかな。まあ、マヒト打てない方がきついんで、ここマヒトの裏のスキル、ムフェト武器打っちゃいましょう。一応、この編成で闇を、まあ、生成できるのはね、マヒトしかいないんで。半分ぐらい。ルーレットは、領域展開、地平エンドンか。あー、ちょっとこれ、ルーレット回復とか、7ターンか、あってもよかったぞ、これ。勝ちんこ。まあ、じゃあここはしょうがない。ベリアル打ちからの、マヒト でこれめっちゃちゃんと回復しないと余裕で死ぬから。どうしよう、こんな感じでいいかな。あー、いいですね。こんだけ落ち込まったら大丈夫でしょ。はい、オッケー。幸運が訪れますように。7ターンの間落ち込んなし。さあ、3回。ファールバティ。回復力低下か。困ったね。まあ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 。困ったけど。とりあえず攻めましょう。多分ね、75% 縦だから、かなり硬いかなとは思うんで、多分ブリトラ込みの2列でも全然削れないと思う。あー、でも思ったよりいくね。はい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 。なるほどなるほど。これはそしたら2列組んじゃおうか。多分2列だったらこれ突破できると思うよ。さあ、どうよ。あー、怖っ怖っ。あー、確信号6か。これやっちゃったか。これ
ベリアがあと2ターンですね。これは痛い。これは痛いけど、どうしよっかな。でもこれ耐久することは不可能かな。とりあえず先に進みましょう。一回突っ込むわ。うん。一回突っ込んでから考えるわ。いや、ワンチャンこれ削れる説あるぞ。ヒマラヤの恵み、虎のいたずら。はい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 。ここで、ここでってやつね。ただこれで覚醒無効はなくなったから。いや、これ無効感いく？こんな感じでどうでしょうか。はい、オッケー。ただこの帯がね、左端1列ってのがかなり痛いっすね。列組めないね。さあ76になっていく。リガチェン、おー、チャコリのリーダースキル知らないな。あー、闇回復で20倍2コンボ加算9コンボ以上 60%。 オッケー、領域展開。オッケー、じゃあ地平エンドンか。なんか上でこれ列組めてるから、これでもな、ルーレットがあと1ターンあるから、やばい、全然組めなかった。ちょっと死ぬ、ちょっとね。いやー、これきついぞ。あ、たくさんになった。遊戯がもうこれ帰ってこないから、チャコルでどうにかするしかないね。どうしよっかな。これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、無効貫通は決めそう。一旦ちょっとこんな感じで、組んでみましょう。しっかり回復して、さあ半分は行きますね。最悪ここ、次遊戯を打っても大丈夫かな。7コンボだけど、まあ、ここはちょっと、しっかりビビっていきましょう。ここ遊戯打って突破します。さあ、ただこれどこで無効貫通組もうね。ちょっと厄介な感じですね。こうか。これでどうよ。これでいけるんじゃないかな。オレイ。さあ、99ターンの間76で、帯もあと1ターンですね。さあ、初見でもうここまで来ちゃったんですけど、大丈夫か？うわ、吸収？ 5 ターン吸収。マジか、今遊戯打ったばっかなんだけど。どうする？これはどうしよっかな。ちょこっとだけ耐久してから、ペガサス武器で攻めよっかな。この後も吸収必要ってなってたら、かなり、しんどい感じになっちゃうから、一回ここ、ちょっとまあ、これで帯もなくなるから。うわー、ルーレット、いやこれめんどくせえな。ただひとまず見えるところでパズルしてって、もうすぐユージも帰ってくる。お、待って、いい具合に削れた。いい具合に削れるね。じゃあこんな感じでちょこちょこ攻める。よし、じゃあ次殴りましょうか。遊戯もね、帰ってくるんで。うわ、いってチャコル打ってないからか。さあ、でここ次、ペガサス武器の方で、3ターン吸収。あー、待って、しまった、チャコル書き換えちゃった。やっちゃった。いや、マジでやったわ、今これ。領域展開。チョコル。いやー、大丈夫か？はい、3列。これ回復しなくても大丈夫なんで。とりあえずがっつり攻める。OK。さあ、第2形態全力でいきましょうか。かかってこいよ。どっちが最強のムーとか決めようか。ムーとユー。ロック。うわ、これやってきたか。アシスト無効やってきたか、こいつ。マジか。4次元でこれあったやつや。マジか。
うっそやん。これ大丈夫かな。ちょっと階級目でいく。もうめっちゃ削れるやん、めっちゃ削れるやん。とっておきお見せします。あ、なんか殺す気満々だねこの人。うん、すっごくこの人殺す気満々だわ今。これ殴るか、もう攻めるか、領域展開、地平エンドンか。これ光ね、これ光か。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ってことは、あ、ぴったり列向こうが組めますね。まあ、そんなパズル力があるかどうかは別として、ぴったり組める数ではある。あー、やっちゃった、やっちゃった、あー、やっちゃった、これはやばい。結構やばそう。チャコルもないし、ずえー、受けれないねこれ。うん、これなるほど。分かったわ。はい、ちょっと編成変えてきました。なんかもう考えるのめんどくさかったから、こいつぶち込んだわ、バルキリシエル。これの激減でなんとかなるやろ。てかなんとかなってくれ。半分いく。で、ここで、バルキリーシェルいきまーす。これはさすがに受け入れると思う。リーグエンハンス。で、ここ問題は、攻めるのかどうか問題があるんだけど。地平エンドンか。色もあるし、一応ここ殴ってきましょうか。あんまり、殴る意味はないけど。ほとんど入んないんで。よし、カツカツ。はい、イーグルガード、これは大丈夫ですね、さすがに。はい、耐えていく。さあ、問題はこっからですね。こっからどうしていこうね。全然入らないな。大丈夫、まずは生存していこう。お、なんかいい削り、いい削り。こう、四角形の無効貫通。待って、できなかった今。やべやべやべ。普通に死ぬ。まずい。領域展開、地平。これ攻めるかな、もう。いくか、これ。どう。いや、勝っちゃった。オッケー、ありがとうございました。いやー、最後のパズルうまかったわ。世界感じたわ。はい、初クリア、濃紺ですね。ちょっとボス戦がだいぶグダグダだったけど、まあ逆に言うとね、こんな感じの編成、こんな感じのパズルでもまあ濃紺できちゃうよっていう風にね、参考になればなと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。皆さんもなんかおすすめ編成とかあったら教えてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。